ちは。じゃあ行きましょうか。同盟を結びたい機械生命体はこの奥にいるそうです。しかし気をつけてくださいね。我々機械生命体は危険ですから。自分たちが危険？ええ、客観的事実です。ネットワークから切り離された私たちはお互いの情報を共有していません。言葉を交わしても本心とは違うかもしれませんので。言葉か。ようこそ神の宿る場所へ。じゃあなんでついてきた？トーリーさんのここを紹介した以上、責任を持って最後までお付き合いする必要がありますので。一応感謝しておく。教祖様に私たちはお導きいたか。この地上から苦痛と戦争がなくなりますように。神を信じるようになって心に安らぎが訪れました。私パスカルと申します。和平交渉についてお話をさせていただくために。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。教祖様は神になった。神になった。私たちも神になる。神になる。私たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。みんなで死ね。神になる。いつら。やはり私の予測は的中したようですね。しかし興味深い。こんな特殊な思想を持つ機械生命体は見たことがあります。
いいから逃げる。バンカー、こちら 2B。 廃工場跡地で適正機械生命体と遭遇。脱出ルートの確保を要請。通信環境が不安。救援信号ループ発進。了解。くそ、君たちも死ぬためになるのだ。死後の世界は素晴らしい。死ぬことこそが最後の平安なの。死んで神になれ。みんなで神になれ。クンビーさん、部屋の奥のゲートは開いたようです。
通信環境が不安定で転送は使えない。
ゲートのロックを解除しました。先に進んでください。わかった。
までのルートを確保完了です。ありがとう。Thank you.
敵本体にエネルギーシールドを確認、物理防御シールドを確認。報告、遠距離攻撃、近接攻撃ともに効果なし。どうすれば。本工場から大量のエネルギー供給を確認。推奨、エネルギー供給源の破壊。内野、今遭遇してる大型機械生命体が。大丈夫です、モニターしてました。工場の電力を落とします。お願い。システム調和率 80%。 トゥビー、あと少しです。
私はレジスタンスキャンプに行く。パスカルはどうする？私は自分の村に帰ります。村の撮影をしなくてはいけないので。そう、こちらレジスタンスキャンプ。通信状況が悪い。電波障害よ。急ごう。
機械生命体の数が増えてる。原因不明。バンカーにレーザー通信での呼びかけを継続。了解。Home based.
消えるんだ。アンドロイド食ってる。大丈夫？急に奴らがキャンプになだれ込んできて応戦したんだが銃が効かないんだ。敵個体からエネルギーシールドを確認。推奨近接物理攻撃。わかった。あなたは他のアンドロイドを退避させて。頼む。ありがとう、トゥービー。助かったよ。一体何が？わからない。奴ら急にこの拠点に攻め込んできて。何？キャンプの外から聞こえたぞ。
敵が。ナインエスさん、ネットワークにぶら下がっている機械生命体が全部暴走したらしく、村の入り口を封鎖して応戦しているのですが、私たちの武装では。まずこいつを排除する。接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく
全体を統括しているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらく。ポット、イブの位置を特定できる？報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。姉ちゃん、これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。ああ、来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては、兄ちゃんだけが全部、消えてなくなる。
ネルギー反応を確認。何それ。多数の機械生命体からのエネルギー供給と推測。ネットワーク経由で周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。イブにハッキングして停止させてみる。トゥビー援護して。了解。ハッキング中の 9S 本体を防衛する。全員個体が接続されているネットワークは膨大。予想で 9S のハッキング成功確率は低い。推奨 9S。 うるさい。 9S がやれるって言ったらやれるんだ。FFCS 破損。Yes!
返しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな、大丈夫。バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないか。データ信号が共鳴し合って、生命体側に残していたみたいで、何か気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れた。ナイエス、よかった。機械生命体と
私たちアンドロイドを分かつものは何だろうか。意志と感情を持つに至ったロボットたち、彼らが死の間際に振り絞る最後の叫びが今もまだ私の中に残っている。Truth is